株式会社ジーニーはテクノロジーで新しい価値を創造し、クライアントの成功を共に作るというミッションのもと、企業の収益拡大、生産性向上など様々な課題解決につながるソリューションを開発、提供するマーケティングテクノロジーカンパニー。東京都新宿区に本社を置き、シンガポール、ベトナム、インドネシア、タイに拠点を持つ。 リクルートのアドネットワーク事業の立ち上げメンバーが創業した IT 企業。事業内容、広告プラットフォーム事業、マーケティングサス事業、海外事業2010年の創業以来、日本最大級の SSP を開発、運営し、広告プラットフォーム、ゲニエ DSP などを提供し、アドテクノロジー事業で急速に成長。近年は、マーケティングソリューション事業に、 事業領域を拡大。スファ、CRM、地球、チャット型ウェブ接客プラットフォーム、チャモ、チャモ、マーケティングオートメーション、マジンなどを提供している。2018年4月17日、同社の発表によると、同社が OEM 提供する配信システムより、漫画村、アニツベ、ミオミオなどの著作権侵害が疑われる。 海賊版サイトへの広告配信が行われていたことを認め、同日それらサイトへの広告配信を停止したと発表した。ありがとうございます。